介護士と保育士の夫婦デュオレズミカリガスの雑草男トントンパッカータカちゃんでございます。本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。オレンジ色草親子遊びでニコニコ運動神経向上プログラム本日160発目はい、行ってみましょう。本日の遊びはですね、逆鬼アレンジバージョン。はい、前回やりました逆鬼ね、ルールは一緒ですが、逆鬼は走ってね鬼ごっこしてましたけども、その走る動きをアレンジバージョン、いろんな別動きに変えていきます。焼き鳥ジャンプであったりとか、スキップとか、ケンケンとか、いろいろ、あと、アニマルの動きもいいですよね。オットセイ、クマ、クモ、いろんな動き。その動きを変えて、よりね、操作能力、そして負荷の高いね、鬼ごっこに変えていきたいと思います。それでもう一回その逆鬼のルールのおさらいですけども、普通の鬼ごっこは、鬼が一人で、あとみんなバーって逃げて、その鬼が、逃げてる子を捕まえてタッチしたら、今度その子が鬼になって、また鬼が捕まえに行くというルールでしたけども、逆鬼は、その逆。鬼を一人決めて、その鬼が逃げます。その一人の鬼をみんなで寄ってたかって、うわーっと捕まえに行く。もう恐怖です。恐怖でした。はい。それをその鬼がどんだけ巧みにね、身のこなしでこの避けるかという、まさにこれ運動神経も全般、認知能力、反応、操作能力、もう全般をね、ぐっと高める、すごくいいね、遊びになっております。のでこれはね、今日も楽しみでございますが、さらに今日はその動きが、走りから、何レベルアップ、ね、アレンジバージョンですから、よりね、体力アップも期待できますし、ケンケンなんかやりますと、もう足のふくらはぎの筋力アップもね、兼ねれますので、これはいいぞ。これはいいぞ。まあ、どの、動作で行くかはまだちょっとね、実践、当日ね、明日決めようと思うんですけども、とりあえず焼き鳥ジャンプと、ケンケンあたりはね、やっていきたいなと思っております。あとは、そのね、柑橘系の皆さんと相談しながら、やってみましょう。さあ、つゆりかなおちゃん、もう一回、前降りてこい。つゆりかなお、胡蝶忍、そして、タカさん、逆鬼、アレンジ。逆鬼アレンジバージョン、入ってみたいと思います。実践編でございます。前回逆鬼、いやースリリングでね、楽しかったんですが、またその逆鬼とルールは全く一緒なんですけども、動きを変えていきます。さあ今日合わせていく動きはですね、皆さんちょっと確認、もう皆さんよく知ってるやつですね。はい、タカちゃんといえば焼き鳥ジャンプをちょっとやってみてください。はい、軸を、あれ、ヒューガさんの後ろに誰かいる。見つけた。そしたら焼き鳥ジャンプね、軸しっかりして上で、はい、ジャンプやってみて。はい、ジャンプジャンプ、ゲランと置いてジャンプ、早くて、これ焼き鳥ジャンプね。はい、続いてスキップ。はい、ランラ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 ンラ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 レモンちゃんが教えてくれたんですけど、右足だけのケンケンだと、片足だけだとかなりきついんですよ。ほんで、どうしたらいいかなっていう時に、一歩ずつやったらどうなりますか？一歩ずつ。ボン、こうやって走りになってしまいますので、3歩ずつね。1、2、3。はい、3歩ずつ行った。3歩以上したら書いてもいいですから、足を。別にずっとでもいいよ。ずっとでもいいですよ。うん、きついから。でも、3歩で変えるってちょうどいいですよね。さすがレモンちゃん、ナイスアイディア。はい、そして最後、クマ。クマです、クマ。クモじゃないですよ、クマ。それ、これで。はい、クモは入れとくわ。で、これを、前の逆鬼と同じルールで、途中で動きをチェンジしていきます。ので、相当、さらにスリリングでございます。逆鬼のルールはね、前回と一緒に説明しましたが、鬼一人決めまして、その鬼が逃げます。その一人の鬼をみんなで追いかけます。で、タッチしたら、このタッチした人が鬼になります。で、その鬼をみんなで捕まえに行くんですけども、3秒間は、鬼以外は動けません。その、まず鬼がいて、タッチして、鬼になりました。1、2、3の間にこの鬼は逃げます。
で、また、捕まえに行きますので、皆さん、誰が鬼か、誰が、鬼じゃないかっていうのが分かりにくくなるので、ちゃんと、聞いてます？え？あれだけはちゃんと言ってくださいね。はい、タッチして、数数えるとき1,2,3とか、今タッチしたとかいう、その、アピールね、アピールだけちゃんとしてくださいね。あ、今鬼決めちゃってんの？あ、いいよ、いいよ。それで3人で決めて。お、みきめきけすとかきのため。はい。まあ、とりあえず最初は、焼き鳥ジャンプから入りましょうかね。これが相当ね、ハードなんですよ。ハードなんですけども、追いかけてこられると、うわー、もう楽しいから、もう逃げろってなりますから。ね。で、鬼を見つけると、わーっと追いかけに行きたくなりますから。ね、はい。おー、ヒューガさんは鬼？はい。ね、普通の単調な運動よりも楽しい分、ちょっとね、限界超えて動けます。はい。さあ、それでは行きましょう。まずは焼き鳥ジャンプです。途中で動き変わりますんで、その時は変形、チェンジしてくださいね。はい、それではヒューガさんを捕まえろ、逆鬼アレンジバージョンスタート。1,2,3はい、レモンちゃん。はい、スキップにチェンジ。スキップ。やだやだやだ。今はレモンちゃんやな。レモンちゃん捕まえろ。はい。言ってるだけやから、どっちが面白いと思う？違いかな。すぐ捕まるから、どっちがいいかな。じゃあ動こうか。ほら、鬼だけ動けることでいい？はい。はい、ほら、それでいきましょう。はい、次、ケンケンからな。ケンケンで、俺鬼やで、今。うん、はい、よーい、スタート。1,2,3 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 1,2,3
ンジクマです。これで終わりやで。よしよし、これでいいさ。今誰もいるか。レモンちゃん。レモンちゃん捕まえ。早い早い早い、動けへん、もう動けへん、動けへんねん俺はもう。ダンゴムシ拾ってる。ということはまだ余裕ですね。ダンゴムシなでなでしてる。だってレモンちゃん、クマの時のレモンちゃんの動き。カメラマンみたい。すごくなかった。全部やった後の最後のクマやのに、レモンちゃんむっちゃ俊敏に動きましたやんか。さすがですね。そして最後今日は、そっからアニマルレースを思い出して、クマでこっちにバーンってやって終わりしましょう。そのダンゴムシどうするの、殺さず。さあ、懐かしのアニマルレース。ちょっと待って。はい、いきますよ。そこの、手前の銀色で、あんまりついて危ないから銀色までな。はい、いきますよ。はい、オンヤマーク、セット、ゴー。はい、レモンちゃん優勝。はい、それでは、はい、また会いましょう。ただいまヒューゴさんゴールしました。さようなら。